皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。高橋海人と有村架純の破局が決定的と言われる理由。平野翔の脱退原因を作った真相に言葉を失う。キングプリンスとして活躍するアイドルが起こした事件の真意に驚きを隠せない。音楽。皆さんこんにちは。今回は高橋加人さんについてご紹介します。ぜひ最後までご覧いただき気に入っていただけましたら。 チャンネル登録・高評価・コメントをよろしくお願いいたします旧ジャニーズ事務所に所属していたキング・ア・プリンスの高橋さんを調べていくと実家がお金持ちではないかという噂があるようですそのように言われている理由はなぜなのでしょうか噂の真相を探ってみましたネット上で高橋加都さんの名前を検索してみると実家金持ちという言葉が出てきますこの噂が出た理由を探る てみたところ次の4つの理由があるようです。順番に見ていきたいと思います。一つ目の理由は幼少期からダンスを続けてきた。空というものです。高橋さんは幼稚園の年時にダンスを始めました。9歳の時にはダンスの全国大会で優勝、さらには全国規模。のコンテストで何度もファイナルに残るほど圧倒的な実力だったようです。ダンスのコンテストに出場するためには通常の。 レッスン料に加えてコンテストの参加費や衣装代金コンテストによってはチケット代や遠征費用など費用がかかりますそのためダンスをずっと続けてきた高橋屋はお金持ちもしくは経済的に余裕がある家庭かと思われているようです二つ目の理由は保護猫を複数匹飼っているからというものです高橋加藤さんの実家では保猫を複数と犬やメダカを飼っているという情報があり まし「2022年空の情報では12匹の猫がいるとされていました猫を飼うのも費用はかかりますし余裕のあるご家庭という印象を受けます」「3つ目の理由は私服がハイブランドだからというものです」「高橋香さんはグッカ好きだそうで度々私服のハイブランドっぷりが話題になっています」「売れっ子芸能人となった高橋香都さんなので私服にブランドを着用しているのはもはや実家関係なくご自身の稼ぎからではと推測できますよ」 4つ目の理由は高橋加藤さんの父親について検索してみると水泳と出てきますどうやら高橋加藤さんの父親は元水泳選手という説があるようです高橋さん自身がそのように語っていたということで水泳選手だったこと自体は事実かと思われますがもし本当ならとてもすごいことですさらに高橋加藤さんの父親についてはネット上でいくつかの情報を見つけることができました水泳選手サーフィンもできる海に 関するる仕事をしているから怪人と名付けたなどがありますどれもソース不明ではありますがもしこれが本当ならとてもかっこいいお父さんという印象ですそして有名な選手だったというところからご家庭が裕福だったという理由に違ったようですちなみに高橋貝さんの地元は平塚市と。 いうことから水泳大会の記録などの情報がないか探ってみましたが残念ながら情報は見つかりませんでしたまたお父さんの画像についても調査しましたが一般の方ということで一切見つかりませんでした父親はデビュー後の今すごい優しくてと述べてますが子供時代は父が帰ってきた時にダンスの練習していないとぶっ飛ばされるんですよとかなり厳しかったのだと言い ますところで現在 2B で活躍中の平野志さんがキングアンプリンスを脱退した理由が高橋加都さんにあったのではないかとの噂がありますこれは一体どういうことなのでしょうか平野志さんがキンプリを脱退した理由は高橋加さんとの方向性の違いに原因 があったようです2021年11月23日放送の日本テレビバゲットで平野志さんと高橋加トさんの方向性がまさかとファンは前となりました一部のファンからはウミンチも海外に行きたいんじゃなかったのと言われているようですこの時の放送にファンから はウミンチとヤクんだけ方向性が違うと心配する声が上がっていました平野翔さんと高橋海人さんはファンの間でダンスの方向性が同じと言われていたようで2人が同じ方向を向いていると思っていただけにファンは不安になってしまったのかもしれません。 高橋加シさんも2022年11月18日後のインタビューで以下のように答えていましたジャニーズがやってこなかったダンスでもともと平野書と僕がやっていたヒップホップのスタイルを強めていこうっていうトラビスジャパンはジャニーズのスタイルを極めている人たっていう感じです動いた時止まった時の一つ一つの形のの綺麗さだったり少年対んから継いでいるジャニーズらしさだったりを継承しているなって動画もずっと見ているけど 海外に パワーアップしているしどんどんキレキレになっていてうわいいなって思っていました自分も海外行きたいなでと述べていましたまた高橋加藤さんは2023年2月28日放送のドキュメンタリー番組セブンルールでも平野さんも高橋さんも海外進出に憧れているようなのでファンは方向性の違いを疑問に感じたということです平野翔さんが高橋外さんと方向性の違いを不満に思った原因の一つに高橋貝さん さんの熱愛報道が原因とも予想できます高橋加都さんは2018年に元 AKB48 の大和田奈さんと熱愛があり現在2023年12月有村架さんと交際していますさん。と熱愛が噂されたのはキングアンプリンスがデビューして間もいい頃だったので平野志さんも不安になったかもしれません平野翔 さんがキングプリンスを脱退した理由は高橋加藤さんとの方向性の違い以外にも3つ理由があるようです1つ目は9。ジャニーズ事務所の圧力です上層部から海外進出を阻まれていたからと言われていますその証拠として平野翔さんが対処する。前に投稿した公式サイトのブログで以下の内容が確認されましたジャニーさんごめんね目標届かなかったただできないと言わ。 出たら仕方がないもし天国であったら怒られるんだろうなえみちなみにこの投稿は70分後には見られなくなっていたようです二つ目は滝沢秀明さんに憧れていたというものです平野志さんは滝沢秀明さんに強い憧れを抱いて対処に至ったという噂も 出ています。どうやら平野翔さんは滝沢秀明さんに海外進出のことや悩みを相談していたようです。平野翔さんが出演した2019年10月の舞台ジャニーズキング・ア・プリンス・アイランドの演出を滝沢秀明さんが担当しました舞台をきっかけに平野翔 さんと滝沢秀明さんは会話をする機会も増えたのでしょうちなみに滝沢秀明さんはジャニーズのトラビスジャパンを海外進出させた実績があります海外進出を夢見ている平野氏さんが滝沢秀明さんに憧れる理由も納得ですちなみに2022年10月 2デジタル配信デビュー曲ジャストダンスでジャニーズ初の世界デビューを果たしています3つ目は山下智久さんに憧れていたというものです平野志さんは先輩で元ニュースのメンバーだった山下智久さんに憧れを抱いているようです山下智久さんがプライベートでもファンを大事にするところにどんだけファン思いなんだと感動したとのエピソードがありますまた山下智久さんに憧れて同じマンションに引っ越したという情報もありました そんな山下智久さんも平野紫耀さんのように対処前はニュースで大活躍していましたテレビや映画でも引っ張りだこでした山下智久さんも海外に憧れがあり2020年11月に本格的に海外で活動をすると旧ジャニーズ事務所を対処しています原本で活動している平野志さんですがいよいよ海外進出への動きが見られているようです公式の SNS では神宮寺さんとシンガポールへ行った写真などがあり あげられ話題を呼んでいましたただの旅行家と思いきやアメリカで平野紫さんを目撃したという情報も出ていますここまで見てきたように明らかに平野志さんは海外志向が強く旧ジャニーズジムマグモをホームジョニーズ高橋カイと,と有村架純の破局が決定的と言われる理由平野翔の脱退原因を作った真相に言葉を失うキングプリンスとして活躍するアイドルが起こした 事件の真意に驚きを隠せないジョニーズ高橋海人と有村架純の破局が決定的といわれる理由平野翔の脱退原因を作った真相に言葉を失うキングプリンスとして活躍するアイドルが起こした事件の真意に驚きを隠せないマーチイレブン2024高橋海人と有村架純の破局が決定的といわれる理由 平野翔の脱退原因を作った真相に言葉を失う、キングプリンスとして活躍するアイドルが起こした、事件の真意に驚きを隠せない。音楽、皆さんこんにちは、今回は高橋加藤さんについてご紹介します。ぜひ最後までご覧いただき気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。旧ジャニーズ事務所に所属していたキング・ア・プリンスの高橋さん。 お調べていくと実家がお金持ちではないかという噂があるようですそのように言われている理由はなぜなのでしょうか噂の真相を探ってみましたネット上で高橋加藤さんの名前を検索してみると実家金持ちという言葉が出てきますこの噂が出た理由を探ってみたところ次の4つの理由があるようです順番に見ていきたいと思います1つ目の理由は幼少期からダンスを続けてきた 空というものです。高橋さんは幼稚園の都市時にダンスを始めました。9歳の時にはダンスの全国大会で優勝さらには全国規模のコンテストで何度もファイナルに残るほど圧倒的な実力だったようです。ダンスのコンテストに出場するためには通常のレッスン料に加えてコンテストの参加費や衣装代金コンテストによってはチケット代や遠征費用など費用がかかります。そのため。 ダンスをずっと続けてきた高橋屋はお金持ちもしくは経済的に余裕がある家庭かと思われているようです二つ目の理由は保護猫を複数匹飼っているからというものです高橋加藤さんの実家では保猫を複数と犬やメダカを飼っているという情報があり まし2022年空の情報では12匹の猫がいるとされていました猫を飼うのも費用はかかりますし余裕のあるご家庭という印象を受けます3つ目の理由は私服がハイブランドだからというものです高橋香さんはグッカ好きだそうで度々私服のハイブランドっぷりが話題になっています売れっ子芸能人となった高橋香都さんなので私服にブランドを着用しているのはもはや実家関係なくご自身の稼ぎからではと推測できますよ 4つ目の理由は高橋加トさんの父親について検索してみると水泳と出てきますどうやら高橋加トさんの父親は元水泳選手という説があるようです高橋さん自身がそのように語っていたということで水泳選手だったこと自体は事実かと思われますがもし本当ならとてもすごいことですさらに高橋加トさんの父親についてはネット上でいくつかの情報を見つけることができました水泳選手サーフィンもできる海にか するる仕事をしているから怪人と名付けたなどがありますどれもソース不明ではありますがもしこれが本当ならとてもかっこいいお父さんという印象ですそして有名な選手だったというところからご家庭が裕福だったという理由に違ったようですちなみに高橋貝さんの地元は平塚市と。 いうことから水泳大会の記録などの情報がないか探ってみましたが残念ながら情報は見つかりませんでしたまたお父さんの画像についても調査しましたが一般の方ということで一切見つかりませんでした父親はデビュー後の今すごい優しくてと述べてますが子供時代は父が帰ってきた時にダンスの練習していないとぶっ飛ばされるんですよとかなり厳しかったのだと言い ますところで現在 2B で活躍中の平野志さんがキングアンプリ n スを脱退した理由が高橋加都さんにあったのではないかとの噂がありますこれは一体どういうことなのでしょうか平野志さんがキンプリを脱退した理由は高橋香さんとの方向性の違いに原因 があったようです2021年11月23日放送の日本テレビバゲットで平野志さんと高橋加トさんの方向性がまさかとファンは前となりました一部のファンからはウミンチも海外に行きたいんじゃなかったのと言われているようですこの時の放送にファンから はウミンチと役ンだけ方向性が違うと心配する声が上がっていました平野翔さんと高橋海人さんはファンの間でダンスの方向性が同じと言われていたようで2人が同じ方向を向いていると思っていただけにファンは不安になってしまったのかもしれません。 高橋加シさんも2022年11月18日後のインタビューで以下のように答えていましたジャニーズがやってこなかったダンスでもともと平の書と僕がやっていたヒップホップのスタイルを強めていこうっていう TravisJapan はジャニーズのスタイルを極めている人たっていう感じです動いた時止まった時の一つ一つの形のの綺麗さだったり少年隊さ3から継いでいるジャニーズらしさだったりを継承しているなって動画もずっと見ているけど 海外に パワーアップしているしどんどんキレキレになっていてうわいいなって思っていました自分も海外行きたいなでと述べていましたまた高橋加藤さんは2023年2月28日放送のドキュメンタリー番組セブンルールでも平野さんも高橋さんも海外進出に憧れているようなのでファンは方向性の違いを疑問に感じたということです平野翔さんが高橋外さんと方向性の違いを不満に思った原因の一つに高橋外 さんの熱愛報道が原因とも予想できます高橋加都さんは2018年に元 AKB48 の大和田棚さんと熱愛があり現在2023年12月有村香さんと交際していますさん。と熱愛が噂されたのはキングアンプリンスがデビューして間もいこ頃だったので平野志さんも不安になったかもしれません平野翔 さんがキングアンプリンスを脱退した理由は高橋加藤さんとの方向性の違い以外にも3つ理由があるようです1つ目は9。ジャニーズ事務所の圧力です上層部から海外進出を阻まれていたからと言われていますその証拠として平野翔さんが対処する。前に投稿した公式サイトのブログで以下の内容が確認されましたジャニーさんごめんね目標届かなかったただできないと言わ。 出たら仕方がないもし天国であったら怒られるんだろうなえみちなみにこの投稿は70分後には見られなくなっていたようです二つ目は滝沢秀明さんに憧れていたというものです平野志さんは滝沢秀明さんに強い憧れを抱いて対処に至ったという噂も 出ていますどうやら平野翔さんは滝沢秀明さんに海外進出のことや悩みを相談していたようです平野翔さんが出演した2019年10月の舞台ジャニーズキング・ア・プリンス・アイランドの演出を滝沢秀明さんが担当しました舞台をきっかけに平野翔 さんと滝沢秀明さんは会話をする機会も増えたのでしょうちなみに滝沢秀明さんはジャニーズのトラビスジャパンを海外進出させた実績があります海外進出を夢見ている平野氏さんが滝沢秀明さんに憧れる理由も納得ですちなみに2022年10月 2デジタル配信デビュー曲ジャストダンスでジャニーズ初の世界デビューを果たしています3つ目は山下智久さんに憧れていたというものです平野志さんは先輩で元ニュースのメンバーだった山下智久さんに憧れを抱いているようです山下智久さんがプライベートでもファンを大事にするところにどんだけファン思いなんだと感動したとのエピソードがありますまた山下智久さんに憧れて同じマンションに引っ越したという情報もありました そんな山下智久さんも平野紫耀さんのように大処前はニュースで大活躍していましたテレビや映画でも引っ張りだこでした山下智久さんも海外に憧れがあり2020年11月に本格的に海外で活動をすると旧ジャニーズ事務所を対処しています原本で活動している平野志さんですがいよいよ海外進出への動きが見られているようです公式の SNS では神宮寺さんとシンガポールへ行った写真などがあり 逃げられ話題を呼んでいましたただの旅行家と思いきやアメリカで平野志さを目撃したという情報も出ていますここまで見てきたように明らかに平野氏さんは海外志向が強く旧ジャニーズジムところに止まったままではダメだと考えていたのでしょうその点残留組との考え方の違いには大きな開きがあったのだと思われます 高橋加藤さんが原因というわけではないでしょうが考え方の違いはあったようですさて2023年の年末高橋海人さんと有村よしさんの熱愛報道が大きな話題になりました結婚間近とまで言われていたお二人に破局説が流れています一体なぜそのような が噂が流れているのでしょうか結論から申しますと現在のところ高橋香さんと有村勝さんが破局したかは定かではありませんしかしファンの中では破局説が出回っておりもしかするとすでに破局している可能性があります一つ目の理由はインスタにエドと意味新投稿していました高橋香都さんは1月末にインスタグラムストーリーに自身に似ている男性キャラクターのイラストを 投稿しました。見てみるとキャラクターは不機嫌そうな表情でキャップをかぶりには大きな文字でエンドと書かれていました。このインスタを見たファンがもしかして有村さんとの関係がエンドになったのかもと連想したため破局説が破局で回っている。ようです。二つ目の理由は熱愛報道により世間に知られたためというものです。高橋海人さんと有村雅さんは3年間極秘交際を。 しかし2023年度末に熱愛報道され大きな話題になりました今まで2人だけの秘密が世間。 に知れることで何かしらストレスやプレッシャーがかかり破局につがった可能性もあると推測します3つ目の理由は sns の声ですお二人が交際することで相手のファンから様々な声が飛び交いました辛辣な意見も飛び交っていましたプロ意識の高いお二人なのでそういったファンからの声を聞いて今までの熱が冷め冷静に自分の立場を感じる機会になったことも要因かもしれませんしかし熱愛報道により何かしら気持ち 変化もありすれ違うところが出てきた可能性がありますさて高橋加藤さんは以前からファンサービスが良くないことや仕草が気持ちが悪いなど嫌われる要素があったそうです高橋貝さんを調べると事件という検索ワードが出てきます実は高橋貝さんがまだ中学生だった頃友人と一緒にエスカレーターの手すりに曲がって遊んでいたのだそうですそんなところを写真に撮られ x で拡散されてしまったようですこの現場には他の ジャニーズジュニア林一平さん、田島翔吾さんも一緒にいました。既にアイドルとして活動していたため、ファンにとってはかなりショックな事件になったようです。2018年夏には元 AKB48 大和田だ名さんとの反動性が報じられる事件もありました。また高橋さんの性格を 調べると「カスというキーワードが出てきます。一体これはどういうことなのでしょうか実は高橋香さんが「カスと言われ始めたの。は、ジュニア大賞が発表されたのちからのようです。そして「カスと言われたのは高橋香さんではありませんでした。投票期間を延長させ。たとしても話題となったジュニア大賞ですが、ここにランクインした3位の安倍アランと12位の森民さんに向けて言われた。 ものでしたというのもお二人とも女性問題で週刊誌をにぎわせていたのだそうです。確かにアイドルにはこうしたゴシップは5。ハットデス同賞の結果は昨年と同じく岩橋元気が1位だったことではしファンからは歓喜の声が溢れている一方注目なのは女性。関係のスキャンダルを報じられた安部アランと森田美斗がそれぞれ3位と12位にランクインしていることでしたファン。 カラはアランとミュートがランクインとかありえない春日が入って残念普通にないわと批判と落胆の声が噴出していました。また前年の NHK 紅白歌合戦やミュージカルドリームボーイズや2015新春ジャニーズワールドに抜擢されるなど、モープッシュの最中にある関西ジュニアのリュウレンさんと平野志さんはそれぞれ2位と5位にランクインしかし彼らと共に押されて、 いる高橋香さんは残念ながら15位以内に入れませんでしたこのことと女性問題のあったジュニアのメンバーとの情報がどうしていたのでしょうその一方でやはりファンサービスが良くないことや仕草が気持ちが悪いなど嫌われる要素も高橋貝さんにはあったようですいかがだったでしょうか今回は高橋香さんの私生活や噂話の真相に迫ってみましたまず高橋さんの実家がお金持ちと言われている噂についてその良しを深掘り ししてみました特にこれといった確証の得られた情報はありませんでしたがこれといって昔金銭的に困窮していたといったことはなかったようですまた有村勝さんとの関係について見てきました熱愛報道により世間に交際が知られたことによるストレスプレッシャーまたファンからの気持ちを聞いたことによる気持ちの変化にわせなどが破局説を生んだ要因のようです実際に破局したかどうかは分かっていませんが今後進展があれば何 何かしら報道があるでしょう皆さんの意見をぜひコメントで教えてくださいご視聴ありがとうございましたこの動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録・高評価をお願いしどこだと思いますか次は CU でした